プリムはイギリスのリバー級フリゲート。1943年から1952年までイギリス海軍に収益していた。ペナントナンバーは K271。イギリス最初の核実験のプラットフォームとして使用された。イギリス海軍のリバー級フリゲートのグループ2の一隻としてスミスドック社サウスバンクオンテスで建造された。 気候は1942年8月1日、浸水は1943年2月4日、収益は1943年5月16日であった。官名はイングランド、デボン州のプリマスにおいてイギリス海峡に注ぐブリム川の名に基づくものである。第二次世界大戦においては主に大西洋における戦乱護衛に従事した。1943年には、 両看板、テビオット、トレントと共に、ビルマ方面に重要な増援を運ぶ輸送船団 WS-33 の対戦護衛を行いつつ、10月9日に南アフリカに到着した。プリムは核実験、ハリケーン作戦におけるイギリス最初の核爆発プラットフォームとして使われた。この実験では25キロトン原爆が使用され、 1952年10月3日の現地時間9時30分の数秒前、西オーストラリア州モンテベロ諸島にあるトリムイユ島から約400メートルの地点で爆発した。この爆発により、プリムはわずかな破片を残して一瞬のうちに蒸発した。核実験のデータ収集は、爆発が地面に建てられた塔の上か、または海面で行われることによって単純化されるが、 この爆発は核兵器が船に隠されてイギリスの港へ持ち込まれる場合の影響をシミュレーションするためにプリムの管内で行われた。当時、それは現実的にあり得ることと考えられていた。ありがとうございます。